フォーゼの記憶。天の川学園の理事長でありサジタリウス・ゾディアツの正体である蒲生光明は、宇宙の意志であるプレゼンターに会うためワープゲートを開こうとする。ワープゲートが開けばその余波で日本が壊滅してしまう。仮面ライダーフォーゼ、如月玄太郎と仮面ライダーメテオ、作田流星の2人はサジタリウス・ゾディアツを止めるべく最後の戦いへと向かった。今日はフィギュアが大安売りだと。エイジのでも買ってけ。さて、行くか、リュウセ。ああ。ここを切り抜けましょう。おい！ここを切り抜けましょう。暴れろ！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 今日は君たちに別れを告げようと思う。ダイナーロケットパンチ！
け。ほら、ほら、急いで抜いて、ライダー攻撃だ。やらせてくれ。天はスイッチだから進化生命体、その頂点がこの私だ。まだ私の邪魔をする気なら全力で行かせてよ。俺はあんたが裏でけど、天狗は裏切って前に進めねえって言った。だから俺はあんたに贈り物がある。受け取ってもらって誰のと。何？甘子だと。貴様、何を考えてる。ほら、あんたに贈り物がある。あんたが作った。この学校が育てた希望を、あんたに送るぜ。そっちだ。ロケットパンチ。
攻撃で私を倒せると思っているのか。ロケットパンチ、消えろ。ふっ、やった。やった。ふっ、いないのか。エネルギーク。今日天子はあんたの支配から卒業する。卒業キック10。さあライダーロケットのレルキック。高田キックにこの私が負けると思うか。ただのキックじゃねえ、青春銀河大大大トリルキックだ。卒業生代表、仮面ライダーフォーゼ、如月玄太。